このね、動画は大変なことがもう今から目に見えてますね。皆様こんにちは、クララボの草野です。もう初手ため息ですいません。ですね、今日は皆様連符って得意でしょうか？僕すごく苦手なんですね。本当に不器用なんですよ。早いパッセージとかがなかなかね、指が回らないとかいうことが起きるんですけども、まあそんなね、僕とかがやっている、そしてプロ奏者もやっている連符の練習方法っていうのをご紹介していきます。これ秘伝です。この練習さえすれば高確率で今まで吹けなかった連符も吹けるようになるんじゃないでしょうか。早速いってみましょう。はい、早速本題に入ってきます。その秘伝の練習方法とは何かと言いますと、ドン、はい、リズム練習です。リズム練習とは一言で言うと、元の楽譜のリズムを変えながらゆっくりから積み重ねていって元のテンポまで行くっていう練習なんですね。なんかこの言葉だけだとちょっといまいちよく伝わらないと思うので、やり方をね、説明していきましょう。ちょっとその前に、僕がね、実際にやってた悪い練習方法っていうのを紹介しておきたいと思います。悪い練習方法っていうのは、こう例えばこう、パッとこうね、楽譜開いて、あ、黒いってなるじゃないですか。あ、でもここ練習しなきゃやばいから練習しよう。テンポは132で、なるほどっつって、最初からメートロノーム130にかけて、って吹くっていう練習が、悪い練習なんですよ。こう今なんかかろうじてその適当なパッセージを吹いてベテルっぽく見えてますけども、これはもっと難しいパッセージとかだと途中で間違えちゃうんですね。で、間違えたまま早いまま練習してるから一向にうまくならないわけですよ。そうすると何が良くないかっていうと、脳にね、悪い情報が蓄積されていってるんですよ。悪い情報がどんどんと重なっていって、で、いざ本番の時にその悪い情報がこんにちはって言って出てくるんですよ。したらその本番の時に指が回らねーってなっちゃうんですね。これがね、めちゃくちゃ陥りがちな悪い練習方法なんですけど、まあやっちゃいがちですよ。でもそれを回避するためにもリズム練習やり方をご紹介するので、やってみましょう。はい、そのリズム練習のやり方なんですけども、まずはこちらね、ドンと譜面を用意しました。ちょっと吹ける人も多いと思うんですけども、ちょっと、ね、例題のためにね、ベードアのスケールにしております。手順がね、いくつかあるので、それを順番に説明していきます。まず手順1、テンポのところを見ましょう。テンポなんて書いてありますかね。120って書いてあります。これをまずは半分にします。ザンとテンポ60にまずは設定し直します。できましたら今度手順2なんですけども、リズムを変える、一番トピックのところですよね。で、リズムどう変えるのかと、とりあえずね、こんな感じで変えてみます。まあ4つあるんですけどね。じゃあまずこのパターン1をさっきの連符に当てはめてみましょう。これをテンポ60のメトロノームとかを鳴らしながら練習します。パターンをこう4つね、全部変わりながら変えていって、手順3、元のテンポまで行ったところでゴールとなります。できればちょっとね、余裕を持たせるためにプラスね、120とか126とか132くらいまで練習しておくと指に余裕が出てきますね。じゃあなんでリズムを変えるんだと。で、これ僕考えました。例えばですね、この16音符が4つ並んでいる状態、このドとレの間も忙しいし、レとミの間も忙しいし、ミとファの間も忙しいってなりますよね。でもこうやってリズムを変えるとどうでしょうか。ドとレの間余裕ありますね。で、レとミの間が速くて、今度ミとファの間は余裕がありますね。こんな感じで、ね、脳の容量に余裕をちょっとずつ持たせてあげることによって、速いところの情報っていうのはいい感じに脳に入ってくるんじゃないのかなと思っております。さらに信用度がある情報としてなんですけども、実はプロの現場に行ってもこの練習って割といろんなところから聞こえます。この練習をしてるプロの奏者の方、まあクラリネットに問わずいろんな楽器で非常に多いです。プロもね、愛用してるっていうことなんで、やっぱりね、効果は高いんじゃないのかなと思います。はい、ここからはちょっとね、専門的な話になるんで、今日ちょっと気になる方はね、受験パートとかにバンと飛ばしてもらってもいいですよ。4連符のパターンはさっき言ったこの3つが、まあとりあえず定番かなと思います。まあ他にもね、いろいろあるんですけども、とりあえずこの4つを当てはめてやってみましょう。じゃあ次、3連符どないすんねんと。3連符はこんな感じになります。速いところと遅いところ、
を分けて練習していくといいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今度は7連符とか5連符とかどうないすんねんと。5連符とかだとね、やっぱこう単純にさっきの2連符3連符のやつ当てはめてもちょっとなんかねいまいちなんですよね。なのでこの場合はねちょっとまあ生のまま5連符は5連符として吹くっていうのがとりあえずおすすめなんですけども、その時にちょっとねコツがありまして、言葉をなんか当てはめちゃいましょう。5連符だったら例えば池袋みたいな感じで言葉を入れるとね結構すんなりと吹けるようになってきます。7連符だと7の言葉、あ、さみだれを集めて林最上川、集めて林575なんで、集めて林みたいな感じで唱えながら練習していくとうまくいくんじゃないのかなと思います。その都度ね、なんか言葉を探し当てはめてみるっていうのも面白い作業になるんじゃないでしょうか。はい、次行ってみましょう。このリズム練習やり方の鉄則みたいなのがあります。鉄則その1、必ずねゆっくりからやりましょう。さっき倍のテンポにしましょうねって言ったのはそこに繋がってくるんですけども、初めからね速いテンポでやってしまうと一番最初に言ったように悪い情報が脳に残り続けちゃうんですよ。できれば連符の練習っていうのは正しい情報を積み重ねていくっていう方が絶対的に本番で失敗しないようになっていくので、焦る気持ちはわかるんですけども、もういいテンポでやっちゃうみたいなことはなるべくないようにした方が結果的に効率よく連符が吹けるようになるかと思います。はい、鉄則その2、できないところを重点的にやりましょう。例えばですね、できる音符、できない音符、できる音符みたいな感じで、できないところからもう間に挟まれちゃってたりとかするんですよ。このできないところを練習した方がいいですね。できるところを吹きたい気持ちっていうのは非常によくわかるんですけども、できないところをやらない限りはこの連符の塊というのは吹けるようになりませんよっていう風になってきちゃうので、なるべくねできないところを重点的にさらうっていうのを意識してみるとより効果がアップするかと思います。はい、ということで実験パートとなります。もうここね実験やっていきますよ。まあ、とりあえずちょっと楽譜見てもらいましょう。ドン、はい、うってなった人多いですよね。はい、わかります、僕もうってなってます。うってで、まあこれリゴレットのファンタジーの曲の一節なんですけども、技術を見せるための曲なんですね。これを制限時間30分でリズム練習をしたらどのくらいまで吹けるようになるかなっていう実験となります。この曲ですね、僕もう何年吹いてないんだろうってくらい吹いてない曲なんですよ。完璧に忘れてると思います。とりあえず、まあ、今の持てる限りの初見力で吹いて、僕初見苦手なんですけど、その後に30分で集中して、ね、リズム練習をやってどのくらいね変わるかなっていうのを皆様にお聞かせしたいと思います。できるようになってたらいいなということで、早速行ってみましょう。はい、ということで実験パートです。ちょっと初見では吹けないんじゃないかな、ちょっとゆっくりめにやってみましょう。だいぶ遅いっすね。ということでね、これ30分測って今5時45分なので6時15分までちょっとねリズム練習ガチってやってみましょう。これテンポ書いてないんですけども、早そうなので、ダリティ理想のテンポはツンタカタコタカ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 なんで、これの倍くらいですね。ツンタリティラ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 、まあこのくらいかな。
では早速やっていきたいと思います。あー終わっちゃいました。15分です、はあ、やってみましょうか。どのくらい吹けるようになったかチャレンジやってみます。30分チャレンジどうでしたでしょうか。ちょっと一箇所なんかちょっとんってなったところがあったんですけども、それ以外はね、最初に吹いた時よりも相当いい感じに吹けてたんじゃないでしょうか。テンポも上がったし、こうちょっとこう表現みたいなやつもつけてみたりとかして、やっぱり、ね、ちょっとね、苦手なところはね、やっぱずっと苦手なままでしたね。僕序盤が苦手だったんですけども、そこはちょっとやっぱりね、まだ納得いってないなって感じなんですけど、わずかね30分でこのクオリティまで上げれるっていうのは、やっぱりね、練習のやり方っていうのがいいんじゃないかなと思っております。結構ね、愚直にメトロノームでやって、でね、こうやってて思ったんですけど、途中で落ち着かなくなってきたら元の楽譜に戻して練習していただいて十分だと思います。こう途中でね、こう速くなってくると、タッタ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 ってリズムが入らなかったりとかするんですけど、そうだったら普通の楽譜に戻して練習してもらえるといいかなと思います。ということで、ハイパワーガチ実験でした。どうでしたでしょうか。リズム練習、皆さんもちょっとやってみたくなったんじゃないでしょうか。ではでは、また次回のクララボの動画でお会いしましょう。よかったね、高評価、チャンネル登録、そして通知ボタンもねオンにしていただいて、また次の動画を楽しみに待っていてくださるとすごく嬉しいです。ではでは、ありがとうございました。